優勢白髪優勢白髪この馬は3歳までにほぼ白髪に変化したサビの白髪典型的なサビの。歌し詞し、腹部、顔に白斑がある白髪は馬の毛色の一つ。全身の毛の大半が白く、肌がピンク色の馬のこと、またはその状態そのものを指す。知られている毛色の中では最も白い毛色である。全身の白い毛とピンクの肌、黒ないし、茶色の目が特徴。 青い目を持つと言われることもあるがまれ、一部原毛色のブチが入る場合があるが、足毛などとは異なり生まれた時から真っ白なことが多い。一方で出生時は比較的広い範囲を原毛色のブチが多い。カレーとともにそれらが抜けて白髪になる例もある。似たような毛色であるスケメ毛との区別は比較的難しいが、白髪の方がより白く、 有色毛の死毛が生える場合が多い。また、白髪は黒から薄青色の交際を持つが、付け毛は交際の色素がほとんどなく、ここで区別することもできる。白髪は白髪遺伝子やサビの遺伝子を持つ親から生まれるが、これらの遺伝子は少ないため、結果として出現率は非常に稀となっている。また、これらの遺伝子を持たない親馬からも、ごく稀に、 突然変異によって生まれることがある。こうして生まれた白髪は1896年にアメリカで生まれたホワイトクロスが最初の例とされる。日本では1979年に白体優で初めて登録が認められた。なお、突然変異によって生まれた白髪からも白髪遺伝子は遺伝する。白髪の発生はスケメゲなどのようにメラニン合性合成に影響を与える。 ものではなく、メラニン細胞の数そのものが少ないこと。簡単に言えば、ブチが全身に広がったものと考えてよい。遺伝的にはアルビノではなく白変種の一種であり、3番、染色体に存在するキットの変異が原因である。C キットは、増血幹細胞やメラニン細胞幹細胞に発現する SC 介受用体で、体制器、メラニン細胞栓具体は、 SCF のシグナルを受け取り、神経底から表皮に郵送、そこで定着、分化する。キットに変異が生じると、この気候がうまく働かず、メラニン細胞が到達できなかった部位は、白斑となって現れると考えられている。こうして現れた白斑が小さければ、白毛、体の大部分を占めるものは、白髪と呼ばれる。白斑の大きさは、キットに、どのような変異が生じているか。 ヘテロなのかホモなのかで変化する。キットの変異は20種以上のタイプが報告されており、ヘテロで白髪を引き起こすものを、優勢白髪、ヘテロで白毛を引き起こすものを、白毛遺伝子と呼ぶ。白毛遺伝子の中にはホモで白髪を引き起こすものもあり、これをサビの白髪という。なお、白半部位にはメラニン細胞がほとんど存在しないため、白髪やブチ毛の発生は、 他の遺伝子に左右されることがない。例えば、影となる遺伝子を持っていたとしても、体表面にほとんどメラニン細胞がないため、影の特徴は、有色毛のブチ部分や、部分的な脂肪を除き現れない。足毛、栗毛なども同様である。ただし、スケメ毛遺伝子を、ホモで持つ場合、目はスケメ毛の特徴である薄や青色に着色する。優生シらがアメリカ合衆国を呼び、 日本に多いタイプである。白髪遺伝子を不母一方からの遺伝することで白髪を発現する。この遺伝子は他の経路関連遺伝子すべてに対して優勢であり、原毛色に関わらずこの遺伝子を持つ馬は白髪になる。サビの白髪これもキットの変異型であるサビの遺伝子によるものである。世界各地の様々な品種に稀に見られる。白髪と異なり、 サビノ遺伝子は二つで持たなければ、白髪にはならない。一つしか持たないと、サビノと呼ばれる、ブチ毛を発現する。なお、キットの変異による経路は、白髪やサビノ以外にも、トビアノやカスゲが知られている。トビアノは広範な白斑を生じる、ブチゲの一種で、三番染色体に生じた逆位により、キットのレギュレーター領域が影響を受けたことにより、白斑が生じている。 これは単純な優勢遺伝であり、ホモでも白髪にはならない。カスゲも同様にホモでもヘテロでも大きな変化はない。1960年代のプーロスとハットンの研究では、3区のすべてが白髪になる、ホモ個体が見つからないこと、マウスでの実験などから、W、W ホモ個体は発生初期に死亡すると結論付けられていた。しかし、少なくとも、W1、 馬の血液状態及び精液は正常で、全く異常がないことが確認されている。きっと突然変異のホワイトマウスが貧血及び、有性不妊を起こすことと対照的である。なお、メラニン細胞には、肝細胞因子系のシグナル伝達を担う。キット以外にも、エンドセリン系のシグナル伝達を担う、エドン部と呼ばれる受容体も発現している。エドン部の I118 系変異型はヘテロで、 フレームオベロと呼ばれるブチモを引き起こすことが知られているが、この変異はホモ個体に白髪と生後数日以内の死をもたらす。LP、LP 知子白髪死子性白髪症候群とも言う。エンドセリン受容体消微118、軽変異型遺伝子が原因であり、ヘペロでフレームオベロと呼ばれるブチモを発現する。フレームオベロ個体同士を交配すると、1、 4の確率でオベロ遺伝子がホモの個体が生まれる。これは全身の白髪と腸の神経系の血管が特徴で、糞便が排泄できない障害により、生後数日以内に死亡する。LB 遺伝子によるものレオパルドと呼ばれる、ブチモを発現する LB 遺伝子をホモで持つと、これも白髪になることがある。ありがとうございます。